色素増刊太陽電池色素増刊太陽電池は光エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽電池の一種発明者であるスイス連邦工科大学ローザンヌ校のマイケル・グレッツェルの名からグレッツェルセルとも呼ばれる色素増刊太陽電池は原理的には酸化塩など金属酸化物などによる電子と成功の分離による起電力を得る湿式太陽電池として 古くから知られていたが、1991年に、クレッツェル教授により、二酸化チタン微粒子の表面に色素を吸着することで、飛躍的に起電力が増加することが見出され、実用的な低コスト太陽電池として、注目を得るようになった。光エネルギー利用の研究分野として光触媒の研究とともに、日本での研究が盛んである。 2016年2月の時点で、スイス連邦工科大学ローザンル校のチームが15%のエネルギー変換効率を達成している。グレッツェルセルの構造として、インジウム、鈴系の透明電動層を表面に持つガラス板、透明、プラスチックシートの内側に、二酸化チタンなどの微粒子を固定し、この微粒子に、ルテニウム系などの有機色素を吸着させた電極と、 白金や炭素などの対極の間に、要素溶液などの酸化還元体を充填した、比較的簡単な構造と汎用的な材料からなる。ここでは、一般的なグレッツェルセルについて説明する。電池に光照射をすると、まず負極の酸化チタンに、化学吸着している色素が光冷気し、続いて色素から酸化チタンへの電子注入が起こり、色素が酸化される。 電子を失った色素は、やがて電解液中の要素から電子を奪って、還元され、要素は、正極から電子を受け取り元に戻る。起電効率は、シリコン太陽電池に比較すると劣る。小型の試験用のサイズで最高変換効率15%で、あるが、シリコン太陽電池の製造コストと製造時の、エネルギー消費量に比較して、低コスト、低エネルギーで生産できる。 プラスチックシートを材料とすることで変形可能なフレキシブルなセルを製造することができる。シートロールを材料にする連続生産プロセスはコストダウンにも有効と考えられる。透明電極を使用することができるため色素の選択により多彩な色を見せることも可能である。劣化が早いため耐久性の向上が研究されている。このページでは主に酸化チタン。 RUK 増管色素、導電性、ガラス、要素系電解液を用いた典型的な色素、増管太陽電池について述べる。導電性ガラス、酸化物半導体、増管色素から構成される。酸化チタンなどの N 型酸化物半導体の表面に色素を吸着させた色素増管電極。負極の役割は冷気された色素電子と 外部回路を結ぶ通り道として、半導体の電動体を提供することである。そのため、変換効率工場には、基板との接合、ペースト粒子間の結合の強度が重要である。半導体自体は、紫外線領域に光吸収を持つため可視光には反応しないが、色素が可視光を吸収するので太陽光を効率よく補修できる。は多質化することで、 色素吸着面積を増やし、変換効率を高めることができる。塗布材料の主流は酸化チタンであり、導電性、ガラス極板上に塗布、焼結される。現在は実用化に向けて、基板のフィルム化、プラスチック化が検討されており、セルの製作方法に応じて様々な材料が使用されている。導電性、ガラス耐熱ガラスにインジウムドープ酸化鈴や、 フッ素ドープ酸化鈴膜をコーティングした電極ガラス。本来は液晶テレビなどに用いられているものであるが、色素増感太陽電池にも応用が可能である。銅電膜は高温化で抵抗が大きく、上昇してしまうことが多いが、近年では耐熱加工をした高耐熱 ITO も開発、販売されている。酸化物半導体酸化チタンが主流で、その他にも酸化塩。 酸化鈴など N 型半導体が用いられている。ここに挙げた半導体自体は紫外領域にしか吸収を持たない。化学結合によって色素が半導体表面に吸着している。増感色素色素の項で口述する。正極の例、発金導電性ガラス主に発金電極を用いる正極は密置電力を許さない。正極の役割は 正極表面で、レドックス系の I3 イオンを I イオンへ還元することである。光変換効率を向上させるために正極を、色素増感、P 型半導体電極にし、三つ置き電力を持たせるという N、P タンデム色素増感太陽電池の研究も行われている。電解液の役割は、正極から電子を受け取って、電解液は、酸化状態の色素を還元することである。 このため液中での拡散速度の速く酸化還元電位の低いものが望まれる。これに適合した溶素系の電解液が用いられる場合が多いもの、可視光を吸収してしまうことと部材を腐食してしまうというデメリットもある。溶素系以外に収素系、コバルト錯体系などがある。液体の電解液は実用する際に漏れたりする恐れがあるため、実用化に向けて 全固体型電解液の研究が盛んである。具体的には電解液をゲル状古体化する有機ホール輸送層を用いる P 型半導体を用いる等が挙げられる。大気発生や耐久性の観点で溶媒にイオン液体が用いられた研究も行われている。無機色素無機色素は有機色素に比べ光電変換効率や 耐久性の高いものが多いが、高価である。光冷気寿命が長く、光冷気後の電子移動過程において生ずる RU、酸化種が安定している。また、光の吸収領域が広く、可視光全体だけでなく、赤外光領域に広がるものも開発されている。光電変換効率も高く、10%を超えるものも、報告されている。主な RU 増換式素このほか。 NCS 廃子を全く持たない β ジケトナーと RU 増感色素 RU を使用しない PT 色素なども開発されている有機色素有機色素は無機色素に比べ安定性耐久性では劣るが種類は豊富で比較的安価である急行係数が大きい色の自由度が大きいなどの特徴を持つ過去の有機色素を用いたチオニ電池では 光電変換効率はいずれも1%以下と低かったが、現在はより高い光電変換効率を持つものも報告される。主な有機色素愛知万博での展示、2008年のソーラーカーレースで色素増感太陽電池ベース車が乾燥するなど、実用に向けての開発が盛んに行われている。また、トヨタの夢の住宅 PAPI では外壁に、 常設されているものを見ることができる。企業では、藤倉、愛信、ソニー、パナソニック電工、シャープ、太陽有電、大日本印刷、NEC、ジオマテック、藤森工業、ペクセルテクノロジーズなどが多くの研究成果を発表している。海外では、ゴーダイサール社が商業生産に向け設計開発、設備建設を進めており、色素同感太陽電池による 太陽光発電所を計画している国もある。普及に向けて開発が進められるが、以下の問題点の克服が今後の普及の鍵となる。ありがとうございます。